ようこそミキさんの剪定教室へ。Welcome to ミキさんスプルーニングテクニックスコース。今回は椿です。大きな椿の木の剪定をします。字幕は世界各国の言葉でご覧いただけます。日本語字幕は設定、字幕、自動翻訳から日本語を選んでください。今回の内容ですが、どのような大きさ、形にするか、切り方、切る枝、残す枝、剪定に関わる椿の性質、それと実際に剪定している動画、最後に椿の知識についてあれこれお話しいたします。椿らしい姿は特にないので、好みの形にすれば良いでしょう。これはですね、山口県萩市の笠山にある椿の群生林の一つの木なんですが、この形はですね、特に特徴もない普通の木ですね。それからこちらがですね、一般的なお庭に植わっている椿の玉ものです。こういうふうにですね、丸くしているのが椿は非常に多いと思います。こちらもちょっとユニークで楽しい形してますね。こちらのですね、ホームページよりこの写真を拝借しました。剪定する木について、今回の動画で剪定する木なんですが、こんな木でですね、2本が一体化されています。遠くから見ると1本のようなんですが、実は2本の木がですね、一体化しています。この木は西日よけの木ですので、できるだけ大きくしておきたい。小さくしないで大きくしておきたい。手入れのできる範囲で大きくしておきます。それと枝ぶりについてはですね、すでに静止されているので、今回は手を加えません。今回はこの椿の大きさを維持するための剪定です。切る枝と残す枝。今回の木は1メーターぐらいですね、小さくするんです。今回の木は3年から4年に一遍しか剪定しませんので、1メーターぐらい小さくしときます。で、ここで言いますとね、こちらに太くて長い枝と、短い枝があるんですが、太くて長い方を切って短い方を残します。1メーターぐらい小さくなるということは、この太くて長い方は2メーター以上切ることになります。この表面、木の表面からですね、深いところ、色で言うとこのオレンジ色のゾーンで切ります。こちらの例もですね、同様にですね、長く飛び出している方の枝、そういう枝は太いんですが、それを切ってこちらの短い方を残します。切る時にですね、この長い方を切ったらどんな枝が残るかなというのをパッと見てですね、これ切ってもそんなおかしくなんないなということを確認しながらですね、切っています。それとですね、グリーン色のゾーンで切るのは良くない。この表面近くのグリーンのところでですね、不慣れな人は枝先を切るので、輪郭の葉が混んで内部に
光や風が入らなくなります。また剪定に時間がかかります。慣れないとね、ここをこういうふうにちょこっと切ったり、ここをちょこっと切ったりするんですが、時間がかかるし、木の姿もよくないですね。ですから、こういう輪郭のところにある枝を残して飛び出した方を切るようにします。一般的に切る枝とは、今回はですね、こういう枝がないので切りませんが、一般にこの1番から8番の枝が多いので、これから切っていくことになります。これらの枝のことを忌み枝と言います。植木屋さんはこの言葉を覚えてください。この忌み枝とですね、それと混んでいる枝があったら、それを外していきます。ここではこれ以上説明しませんが、詳しくはミキさんの108の動画をご覧ください。これは内側なんですが、内側はですね、去年のうちにですね、下の方は空いてあります。中の枝の股にですね、たるき、棒をですね、引っ掛けてですね、内側からの足場にしています。このようにですね、股と股にかけた棒を足場にして、それに乗っています。上を見ますと、ここにですね、だいぶ前に切った跡があります。ここにもだいぶ前に切った跡があります。そこから上がですね、1メーターくらい伸びてます。で、外から見て1メーターぐらい落としたいと思ってたから、そのぐらい切っていいということになります。例えばだから今日はですね、こいつをねこの細い方を残して、こっちの太い方をここで切るとかいうふうにして、切っていきます。今ですね、上まで登ったとこですね、このような木の股と股にかけた枝、丸太にですを足場にしてですね、今上に登ったとこです。で、例えばここで切ったりですね、この辺で切っていきます。今ですね、左半分が、ほぼ終わったとこです。下に降りてきてですね、輪郭を確認しているところです。ところどころですね、まだ出張ってるのがありますので、それはですね、もう一度登ってからの調整ということになります。この辺とかね、ちょっとこう直せばですね、綺麗な形になります。透け具合もいいと思います。切り枝ですがですね、切り枝、これは道路側に落とした分だけですが、このぐらいの量ですね。で、どのぐらいの太さの切り枝を落としているかということを見ていただきますとね、太いところでは、このぐらい、このぐらいの感じでね、ほぼこのぐらいの長さでですね、切っています。もちろんですね、こういう枝先で微調整することもあるんですが、それはもう微調整でですね、基本的にはですね、こういう長さで、切っています。これはですね、ほぼ半分終わったところの内側からですね、見たところです。
ほぼ4時間ほどでですね、大雑把な剪定が終わりました。まだですね、例えばこの辺がちょっと濃いとかね、ちょっと出っ張ってるとかがあるんで、まあ、これからちょっと休憩してからですね、お昼食べてから、また仕上げに入りたいと思います。それであんまりこのそのくっきり丸いっていうのはこう自然じゃないので、少しまあできたらね、自然に椿の自然の木があるような雰囲気に少しでもですね近づけたいと思います。同じ年の8月下旬の様子です。だいぶ葉も茂ってきましたので、剪定された木とは思えないような状況です。日差しの関係でよく見えませんが、これが内側から見たところです。内側は人が通りますので、通りやすく、こちら側は多めに切ってあります。椿の性質特徴ですが、椿は暖かな海岸近くに群生林があります。暖かなところが好きなんですが、一方ですね、耐陰性があって半日陰でも花が咲きます。花芽は小枝の先や液芽に複数つき順に咲くので花期が長い。ここに花芽、これ花芽ですね、これも花芽、花芽、花芽なんですが、こんなふうにですね、割と小枝の先にですねたくさんつきます。で、大きい方から順にですね咲いていきます。こちらにもあります、こちらにもあります、まあこちらにも見えますが、それから材は強靭で均一、主に漆器、彫刻などの材料、道具の絵、印鑑などの小物の材料として利用されます。椿の花の咲く時期はこの頃が一番多いですね。しかし椿は品種がたくさんありますので時期に幅があります。早咲きのものは10月ぐらいから咲くものもあります。また1,2,3,4,5と咲く品種もあると思います。それで剪定の時期なんですが、剪定は一般に花子にするといい、花が終わったらしてくださいと一般に言われていますが、その通りなんですが、私はですね、剪定は一年中できますよと皆さんにお話ししてます。先ほどのような小枝の先に花芽がつくので、小枝を残しながら切る、枝分かれで切って間引き剪定をすればですね、一年中剪定できます。ただしこの真夏の暑い時期はですね、木も暑くて大変、人間も大変なんですが、この頃はできたら避けた方が良いでしょう。それと花芽ができる時期というのは、椿はだいたいこの頃です。まあ、この直前に切るとですね、花芽の分化も少し遅れるということになりますが、この頃に花芽が分化します。それとですね、地植えの大きな椿にはですね、肥料は不要です。肥料をあげなくて結構です。ほとんどの枝先に花芽がついています。花芽が膨らんでいます。来年たくさん咲くでしょう。
これが、今年の3月末、約今から5ヶ月前に切った後です。ここからですね、1メーター半から2メーターぐらいの枝が伸びてたんですが、2メーター近くの枝を切ったんですね。で、その後はですね、この辺のですね、枝はほとんど伸びてないということがわかります。この色がですね、今年伸びた枝で、15センチぐらいしか伸びてません。そのままです。で、この部分の色を見ると、これが2年前、3年前、4年前ぐらいですから、今年切った後、この辺はですね、ほとんど伸びていません。このもう茶色くなった枝はですね、今年春から伸びた、今年伸びた枝です。一方ですね、3月に切った後に伸びた枝がですね、ここに見える3本でですね、色がですね、緑色しています。ですから切った後で伸びたのは、やはり15センチぐらいということになります。一番上を見ましてもね、それほど伸びていません。この辺もですね、春に伸びただけです。伸びたきりです。ところで、この葉っぱの後は茶毒蛾が食べた後ですね、今9月なので、これ茶毒が発生する時期ですが、今ほとんどいません。茶毒ガに用心。茶毒ガという毒ガは茶毒ガ、椿やサザンカで必ずと言っていいほど出会いますね。刺されると大変な目に遭います。で、この茶毒ガについては611ミキさんという動画をアップしましたので、そちらをご覧ください。この一番上の高いところでも10センチも剪定後に伸びていません。ところで、こういう内側に登って剪定しようという木はですね、例えばここに足をかけやすいようにここの枝を残しておくとかですね、これは内向枝なんですが、足場のためにわざと残してあります。それとここの部分に足をかけられるようにですね、ここで足場の高さで切ってあります。ここも足場の丸太がかけやすいようにちょうどいい股をですね、残してあります。今はかなり下の部分で写しているんですが、この辺りは今年剪定しなかったとこですが、木全体からするとだいぶ枝葉を取られたので、挽回するためにですね、ここではですね、新しく緑の部分が20センチ以上、ここに見える3本ですね、20センチ以上伸びています。椿属の原種は5種、この5種類なんですが、いわゆる椿、ヤブツバキですね、それからサザンカ、それからお茶の木ですね、これは緑茶のお茶ですね、それと日本海側の雪椿だとか屋久島のリンゴ椿があります。日本の自生地はこれら椿の仲間とですね、自生地、まずいわゆる椿、ヤブ椿ですが、ヤブ椿はですね、このちょっとピンクの線、
って囲ったところで、自生していますが、暖かいところが好きですから、こういう北の方ではですね、海岸沿いの暖かい暖流が流れてくるようなところになると思います。それからリンゴ椿は鹿児島県ですね。サザンカは、この紺色の線のところで、自生しているそうです。椿とサザンカの見分け方です。先ほどの自生地と同じように、この見分け方もですね、 NHK の趣味の園芸から図を拝借してきております。まず椿とサザンカの花の見分け方ですね。花の見分け方でいうと、椿はですね、花が終わって、落ちるときにこういうふうにですね、花ごと落ちます。まあ、首ごと落ちると思いますね。花首から落ちる。一方サザンカはですね、この一枚一枚の花弁がパラパラっとですね、花弁が一枚一枚落ちます。それが花の見分け方ですね。それとね、この実とかそういうのはちょっとまたご自分で皆さん勉強していただくとして、葉っぱと枝での見分け方なんですが、サザンカは葉っぱにも枝にもですね、細かい産毛が生えています。毛が生えています。まあ、あの実にも毛が生えている。だから、枝を見てですね、毛が生えているようだったらサザンカ、ツルツルだったら椿です。で、葉っぱはですね、椿の方がどちらかというとこうまん丸、サザンカは細いというふうに見分けることができます。エピソードということで、この写真のようにですね、椿は首からポロッと落ちるんで、花が首から落ちるから不吉とされ、好まない人もいるようです。ただね、これは最近の話です。この木はですね、古事記にも椿は出てきますし、万葉集にも出てきて、昔から神事の神聖な木として、使われています。材は神事の道具の材料に利用されている。それと園芸品種は日本に2200品種、世界で6000品種以上あるそうで、室町時代以降にですね、お茶の花として茶花として広まり、江戸時代にですね、大ブームとなって多くの園芸品種が作られたそうです。この図なんですが、この図はですね、江戸城内にあった椿のお花畑の絵です。三代将軍家光の頃に描かれた江戸図屏風という屏風がある、屏風の絵があるんですが、それに描かれています。徳川家がですね、地方の大名に珍しい椿を持ってきてもらって、江戸城内に椿のお花畑を作ったようです。椿の利用、椿の利用方法なんですが、まずはですね、この花ですね、花、まあ観賞にも使うし、食用にもなるそうです。花びらで天ぷらにしたり、ジャムにしたり、それから、花染めということで、染料っていうんでしょうかね、色をつける元になった。また香水などの香りも取る。それから種の方ではですね、この種をアクセサリーにしたりとか、それから椿油を取ってですね、
燃料にしたり、サベ止めにしたり、いろいろ使えますよね。それから油かす、油を取った後のですね、油かすも利用できた。葉っぱではですね、お茶も作ったそうです。私飲んだことないですね。それから健康食品とか食用にも利用されるそうです。それから幹ですね、まあ、木はですね、先ほどからお話ししたように緻密なもんですから、まあ、農具、木彫りとかにも使われます。長時間ご清聴ありがとうございました。最後にですね、私の動画、まあ、100本ぐらいできたんですが、一覧表を紹介させてください。まあ、こんなようなね、一覧表があります。この一覧表にたどり着くにはですね、000ミキさんで検索してみてください。これでおしまいです。どうもありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の機会にお会いしましょう。さようなら。 See you next time.